ウースターはアメリカ海軍の軽巡洋艦。ウースター級軽巡洋艦の一番艦。艦名はマサチューセッツ州ウースターにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ウースターは1945年1月29日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港する。1947年2月4日にグロリアン・サリバンによって命名浸水し。 1948年6月26日にフィラデルフィア海軍造船所で艦長 TB デュガン大佐の指揮下収益した。ウースターは巡洋艦サイズと駆逐艦の操縦性を持ち合わせ、水上目標同様に航空機に対処できる手法を装備し、第二次世界大戦中の戦空の多くを具体化した。ウースターと姉妹艦のロアノークは2つの機能を兼ねた。 巡洋艦の典型であった。収益後、第10巡洋艦船体に配属されたウースターは、初年度偽装及び、東海岸での成長訓練で過ごし、続いて信頼性試験を行った。1949年の夏に、グアンタナモアンで初めての大規模演習に参加し、ジャマイカのキングストーンを訪問した。9月6日に、地中海に向けて、ロードアイランド州、 ニューポートを出港し、10日後にジブラルタルに到着する。同月末に、第6艦隊との最初の展開を行い、マルタ、チュニジアのビゼルト、フランスのゴルフェ、クアン、ギリシャのアルゴストリ、ファーレロンワン、トルコのイスカンダルン、イタリアのトリエステトベネツヤ、ジブラルタルを訪問した。この配備中に、空母0手、従順洋艦デモインをはじめとする任務部隊と、 艦隊演習を行う。ウースターは12月10日にノーホークに帰還した。ウースターはニューポートからノーホーク、プエルトリコ南方まで東海岸で作戦活動に従事し、フィラデルフィアを訪問後1950年の春に再び第6艦隊に配備される。5月3日にノーホークを出港し、13日にリスボンに到着、その後地中海入りした。 地中海での訓練及び演習の間に、ウースターは、シチリア島のアウグスタ、ヴィゼルト、ジェノバ、ラスペツやフランス南部のゴルフェフ湾を訪問し、7月20日にファーレロン湾に入る。同湾には1週間停泊し、ウースターは、領館と共に地中海で活動を行っていたが、6月25日に朝鮮戦争が勃発、7月27日にフレット・ティベリー、 ケプラー、ノリス、マカフェリーからなる第21駆逐艦分隊と共にファーレロン湾を出港した。艦隊は29日の朝にエジプトのサイド港に到着し、同日午後にスエズ運河を通過した。艦隊はコロンボに到着8月7日から9日まで燃料補給を行いマラッカ海峡へ向かった。 バシー海峡を通過し沖縄の中城湾に8月19日に到着した。途中ウースターは中国軍の台湾攻撃を警戒した。ナバソタから燃料補給後、ウースターは20日に中城湾を出港し、台湾紹介部隊と合流するためキールにへ向かう。21日に部隊と合流し、ウースターは22日から26日までキールンに停泊。 27日に第77任務部隊の護衛として出航した。同部隊はフィリピンシーバリーフォージを中心として形成され、韓国沖合の航海で活動した。翌28日にノリスと共に第77任務部隊に合流、朝鮮半島南西部の敵部隊に対する作戦、活動のため航海へ向かう。空母艦載機は連日北朝鮮の地上部隊に、 対する攻撃を行い、その間ウースターは北朝鮮空軍の反撃に対する護衛を行った。ウースターの関西ヘリコプターは近海で不時着水したパイロットの救助任務を担当した。9月4日、ウースターのレーダーは13時31分に未確認機を発見する。バリー4時から発艦した4機の F4 にゆこるセアはすぐに所属不明の 機種が尖り、逆がる翼で短尾翼の総発爆撃機を報告した。その機は赤い星マークをつけていた。19時45分、フレッチャーによって目標へ誘導された F4 優隊は、未確認機を49マイル先へと追い払った。翌日ウースターは、未確認機の変態が、東方から接近するのを、レーダーで、察知11時8分に、 送員配置となり、敵機の攻撃を避けるため20ノットで巡航した。3分後、ウースターは6インチ手法の一斉射撃を未確認機の方向に向けて3度行う。その後未確認機の編隊は偵察飛行中のイギリス軍のサンダーランド飛行艇であると判明した。21時43分にウースターは戦闘配置を解除し、第77任務部隊と共に巡航を再開した。 9月6日は朝鮮半島沖合で対空射撃訓練を行うため関西ヘリコプターをフィリピン市へ移動させる。訓練後にヘリコプターはウースターに復帰し、その後サセボに向かい燃料、弾薬、物資の補給を行う。ウースターは9月7日から9月10日までサセボに停泊し、9月11日の5時32分に再び、 第77任務部隊と出航した。艦隊は国連軍の新川上陸作戦支援のため航海に向かった。上陸は9月15日に行われ、ウースターは上陸部隊支援のため高速空母任務部隊の護衛を行った。その後9月20日に第95.2任務軍とともに歩行に対して艦砲射撃を行う。続いてチェジュ島。 津島方面に向かい、ウースターはヘレナと共に歩行の12マイル北を巡航した。その後も第95.2任務軍と共に朝鮮半島沖合の偵察を続ける。24日の6時に火力支援任務をヘレナと交代し、ヘレナは佐世保に向かった。関西ヘリコプターが対戦紹介を行っている間、ウースターは8時5分に、 沿岸に集結する北朝鮮軍に対して砲撃を行った。その日1日ウースターは精密なピンポイント砲撃を行い、その後駆逐艦サミュエル・エヌムーアと砲撃任務を交代、ブラッシュと共にその夜火力支援海域を偵察した。ウースターは1950年代の中頃に第六艦隊の下で4度の地中海配備を経験し、2度の北ヨーロッパ訪問を行った。 この間に艦隊訓練演習に参加し、ノルウェーのベルゲン、デンマークのコペンハーゲン、アイルランドのダブリン、イギリスのポーツマスへの親善訪問を行った。海外配備の間にボストン、ノーフォークといった母校近くでの作戦活動も行われた。加えてカリブ海、西インド諸島といった温暖な海域での作戦活動も行った。 ウースターは1956年1月に大西洋から太平洋艦隊に配属され、第七艦隊の下で二度の配備を行う。佐世保、横須賀、香港、マニラ、また函館、長崎、下田、横浜、神戸といった都市を頻繁に訪れた。母校のカリフォルニア州、ロングビーチに帰還した時は、近海での作戦活動に従事した。 1958年9月2日、ウースターはロングビーチを出港し不活性化のためメアアイランド海軍造船所へ向かう。1958年12月19日にメアアイランドで退役し、同時に予備役艦として保管されることとなり、ウースターはサンフランシスコで経流された。その後ワシントン州ブレマートンに経営され、1972年7月5日に、 オレゴン州ポートランドのジデルエクスプロレーションズ社に売却された。約200トンに及ぶウースターの走行版は、イリノイ州バタビアのフェルミ国立加速機研究所に送られ、粒子加速器及び実験ラインで吸収保護剤として使用されている。ロアノークも約200トンの走行版を供給した。また、ボルチモア級のメーコン、フォールリバー、ボルチモアも、 それぞれ300トンの装甲板を供給し、SX9、空母5隻はそれぞれ600トンの装甲板を供給した。ウースターは朝鮮戦争の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。